ルミネルミネエスト、新宿ルミネエスト新宿は、新宿駅東口にある駅ビルファッションビルである。ルミネエスト、新宿東側外観新宿駅東口において、民衆駅を開発、運営することを目的に、1959年に、株式会社新宿ステーションビルディングを設立。 新宿ステーションビルとして1964年5月20日午前9時30分にオープン。1978年の全館改装時に一般公募により愛称を決定、マイシティに故障を変更している。運営会社である株式会社新宿ステーションビルディングの初代社長には、井野広屋経営者、井野智成の祖父が就任した。 会社設立時には、日本国有鉄道は直接出資せず、代わりに、駅売り店、キオスクを運営していた、鉄道交際会が出資した。株主には伊勢丹、高島屋、新宿を本拠とするスーパーマーケットの丸商、西部グループなどが名を連ねた。当初は高島屋が、新宿店開設を狙ったが、 地元の伊勢谷や西武新宿線と西武新宿駅を持つ西武グループが猛反発したため、結果的に共同運営の寄り合い百貨店として開業した。地下1階の内駅前、広場した部分は地下2階に設置している都市計画駐車場の併設地下街として位置づけられており、地下街としての正式名称は新宿駅東口地下街である。 新宿駅南口には、ルミネ新宿が位置しているほか、甲州街道口、新南口には同じく株式会社ルミネが運営する、ファッションビルである、ニューマンが店舗を構えている。開業時のキャッチコピーは、250の粒寄りの、名店にイコール2時のターミナル。オープン前日の新聞広告では、山手線、中央線、総武線、西武線、地下鉄、小田急。 京王線、新宿ステーションビルは7つの線が集まる虹のターミナルです。とあり、西武新宿線の乗り入れを前提としたキャッチコピーであることがわかる。オープン当時には西武新宿駅を接続させる計画があったため、スタジオアルタ側の2階部分は駅舎、プラットホーム建設用に強固な構造になっている。しかし、 ホーム有効長が6両編成までしか取れなかったため、乗り入れは断念された。そのため、仮駅として開業した西武新宿駅がそのまま、西武新宿線の起点駅として使用されることとなった。PHP 研究所編、西武鉄道の秘密175ページでは、オープン当初は、新宿民衆駅ビルを名乗り、すぐに、新宿ステーションビルに改称されました。 と書かれているが、実際には、オープン前日の新聞広告には、新宿ステーションビルと記載されている。また中村県事長、東京消えた。鉄道計画46ページには、確保した狭い駅ビル内では、ホームの長さが足りないことが判明したと、ビル内に、ホーム建設を予定し、2階吹き抜け部分が、ホーム跡地であるかのような記述があるが、これも誤りである。 建築会1964年8月号、新宿東口民宿駅、新宿駅東口地下駐車場等に掲載された図面では、西武鉄道の改札はビルのスタジオアルタ側端部にあり、ホームはビルの外に計画されており、吹き抜けとは関係ないことがわかる。1987年の国鉄分割民営化により、JR 東日本が発足したが、 新宿地区は JR 東日本にとっても極めて重要な拠点であるため JR 東日本は新宿ステーションビルディングに資本参加することによりグループ会社化することを検討してきたがそれに反対する株主が新宿ステーションビルディングの株式を買い集める拠に出た西武百貨店は1989年 JR 東日本にステーションビルの社長交代や役員増員などを要求し、6月の臨時取締役会で西部百貨店からステーションビルへ人材を送り込んだため、マイシティは西部百貨店の植民地と化していると言われた。しかし JR 東日本側も巻き返し、翌1990年6月には西部契約員は退陣するに至った。この事態を受け、 JR 東日本は新宿ステーションビルディングと粘り強い交渉を重ね、お互い賞協力して新宿東口の再開発を早急に策定し、もって地域経済及びマイシティの発展向上を図ることを確認し、1991年3月に新宿ステーションビルディングが JR 東日本を引き受け先とする第三者割り当て増資を実施した。 これにより、JR 東日本は、新宿ステーションビルディングをける発行済み株式の50.8%を保有することになった。その後も、JR 東日本は、新宿ステーションビルディングの株式買取を進め、ルミネとの合併前には95.8%の株式を保有していた。2006年4月1日、同じ JR 東日本グループである、 株式会社ルミネに吸収合併され、ルミネ新宿と一体的に運営することとなり、駅ビル名をマイシティからルミネエストに変更。絵は東という意味から新宿駅東口を表して名付けられた。マイシティ時代の1980年代にはビル名である街を強調し、各フロアを階ではなく番外と名付けていた時期があった。 エレベーターガールまでが、ご利用番外をお知らせくださいと案内するほど、番外という用語の使用を徹底させていたが、1992年の地下界の改装とともに、階に戻された。ルミネエストになる数年前から、たびたび改装を行い、従来の駅ビル業態よりもターゲットを若い女性に、絞り込んだフロア構成となっており、ファッションビルに近い業態になっている。 そのためかつては、食料品売り場があった地下2階も一部を除いて、ほぼファッションフロアになっている。かつては6階に山下書店の本店があり、自動書や有名人のサイン会、握手会などで知られていた。しかし三越新宿店に2004年10月30日の純駆動書店新宿店が開業し、同年11月23日に撤退している。 山下書店跡地は、改装を経て、雑貨店が数店入ったものの長続きせず、翌2005年10月1日に、有林堂が出店。旧山下書店の利用者を意識し、有名人のサイン会、握手会の開催や、近隣大書店との差別化を図った品揃えを行ったものの、業績不振のため2007年1月に閉店した。 跡地には2007年3月にセレクトショップ、ハンジロ、新宿店が開店したが、これも閉店。2010年代は、5から6階は男性向けのショップが中心となった、フロアとなっている。また1964年5月20日の新宿ステーションビル開業以来、6階フロア中央にて営業していた文房具店、岩下書斎堂は、 山下書店の撤退以降業績不振となり、2005年9月9日に南側エレベーターエスカレーター脇に移動し、売り場を縮小の上でリニューアルオープンした。業績は持ち直したものの、フロア構成変更のため2007年6月31日に閉店した。跡地はメガネ店、ゾフとなっている。この他、6階にあった飲食店も2005年9月に撤退。 画材、デザイン用品、トゥールズは2005年9月に6階から5階に移転した。7階8階のレストランフロアは2002年11月に改装され、春、間となった。フロア全体と各店舗の内装をデザイナーがプロデュースしたため、かなりスタイリッシュな雰囲気のフロアになっており、人気が回復した。その後、2008年6月に再度改装され、 7&8 ディナーとなった。地下街4階7階8階。ありがとうございます。